栗山英樹5050を祝福、大谷翔平5050達成、恩師栗山氏が1年間走れたのがすごい、でも80本塁打くらい打てるだろう。盗塁についてどう見ている？一番ストップをかけたのは彼なので、ファイターズ時代から止めて行きたがるから、 WBC の時も止めた。 WBC で5年ぶりに一緒にやった時、体は大丈夫だなというのが一番の印象だった。打撃とか投球とかは成長の幅はあるけど、体の状態がある程度は無理しても大丈夫な感じに見えたのが一番の印象。そういう意味で一番すごいのは、あの状態で走りながら1年間怪我しないでプレーを続けられている。それが大谷翔平の凄さの一番突出しているところだと思う。行きたがり翔平、ソースのある男、栗山英樹、なしだもだけど体の丈夫さを褒める監督多いよな。普段のケア意識含めてなんだろうけどさ、サンキューガッセ、殺度で怪我されなくてほんとよかったわ。ガッセリクンリクンですよ。3割は栗山が大事に育ててくれたおかげだと思うよ。日ハム時代の監督が栗山でほんとよかったね。大谷育てたのと WBC 優勝だけでレジェンドやな。栗山ハムってある意味大谷優先のチームだったからな。日ハム時代怪我してても無理するぐらい本気で試合するから栗山監督に怒られてたよな。ご視聴ありがとうございました。